おはようございます。おはます。おはようございます。何わろ。もう日も昇ってしまいました。6時に起きる予定が私、まさかそんな寝坊してしまい、現在8時です。時刻は8時です。一発目から、のっけからこんなので大丈夫なのでしょうか。大丈夫ではない。さあ、新シリーズ始まりました。千葉を釣るリターンズ。今日はね、ここ調子がいい港に来ました。調子港です。ひどい親父ギャグ。結構ね、向かい風ビュービューでね、でちらほらね釣り人さんがいるんですけど、なんか釣れてる様子もないので、湾の中なんですけど、まっすぐ来てここでちょこっと曲がってるんですよね。ここがいいのか悪いのかわからないんですけど、まあ角っこで、釣り竿を設けてみたいと思います。じゃあね、ちょっと寒いな、ちょっと防寒対策をして釣り開始したいと思います。はじめ。さて、じゃあトリックさびきを準備しましょう。なんだよその歌。すごいですね、ボラがほら見えますね。キモいぐらいおる。さあ、とりあえずトリックの準備ができましたんで、トリックさびきやっていきましょう。ちょっと風がすごいですね、向かい風が。さあ、コマセ、以前使ったコマセそのまま熟成さ、パックンチョして、さあトリックさびき、せーの、せーで、はい、トリックさびき、トリックさびき、トリックさびき、よっしゃー。何がよっしゃーなの。さあ、横にして使うの初めて見たわ。ゆっくり下まで落としましょう。はい、これで。さあ、このボラの下には何がいんのかな。とりあえずぶっこみ仕掛け、ちょい投げのぶっこみ仕掛けやるんで、10号のジェット天秤にその下にこのちょい投げセット、これですね、6号のハリス1号、これをこのような感じで捨てました。そしたら、あっ、やっちまったな。最悪、点検を怠るな。第1投高木でぐさ。おい、幸先悪いな。釣れる気はしません。いつも言ってるな。ですね、場所を移動してきました。あまりにも釣れないからちょっとお散歩したんですよ。釣れないから散歩。なんとね、ちょっとイワシが釣れてるのを目撃してしまって、よいしょ、はいはい、トリックさびき、雑だな。よし、当たりました。お、これはアジー、アジー、よいしょ。小アジ、よいしょ。いきなり来ましたね、アジ。じゃあ泳がせるか。仕掛けチェーン、よいしょ。背掛けでいこうか。
お湯合わせはどうかな。まあそのままほかっときましょう。忘れた頃にやってくる。さあなんとかね、ちょっと泳がせの方にガツンといいあたり欲しいですね。とりあえずね、もうちょっと頑張りますよ。今多分そろそろこの太陽の傾きから計算して、生き物たちはあ、もうすぐ夕方だってこう判断すると思うんですよ。生き物たちが太陽の傾きから計算して、なのでね、これから多分1時間ぐらい、3時半ぐらい、3時からね、4時ぐらいの間はチャンスあると思うんですよね。なんですけど、なんだアジね、2匹連続でかかっておって思ってから全然ですね。ちょっと泳がせの仕掛けを作ってる間にどっか行っちゃったのかな。このね、サビキ釣り、この堤防釣りはね、周りの状況っていうのがね、本当にあの気になりますよね。気になるというか、気にしなきゃダメなんですよ ね。釣れ始めるとかね、そういうのがあったら、あとその釣れてる人の仕掛けとかをね、いろいろ、見て、自分と違うかどうか、やっぱ連れてる人の真似をしろっていうのもね、本当ね、すごい素晴らしくいい格言ですよね。誰の格言なんや、どうやって釣ってんのかみたいな。やっぱね、まあ聞くのは一番いいんですけどね、なかなかね、で、聞くのもちょっとね、勇気いるとは思いますのでね。そうあとちょっとですね、横目でちらっと見て、あ、なんか釣ってあれで釣ってんのかちょっと遠目で見てね、それで自分の持ってる道具でなんとか近い風にできるかなとか、ちょっと変えてみよう、仕掛けようって。あれ終わり、終わり、あー終わりか。おおお、よし、よし来た、なんだ来たでしょ、よし、おっとアジ、よっしゃアジ来た、アジ来た、あやべ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 、狙われてる狙われてる、あちっちゃいな、アジ持ってかれちゃったよ。はい、はい、気になった。さあ泳がせあげよう。アジは生きてるかな。はい、無事帰ってきました。さあ今回からまた千葉を釣るリターンズとして、ここ銚子港から今度はずっと逆に千葉をぐるっと回っていくよ、ね、で今日の釣果はね、一応アジがね4匹ね、なんとかね、釣れて坊主じゃないだけ安心です。本当午前中はどうなるかと思いましたけど、ではね、これからもまたね長々と、千葉を釣るリターンとして、ここ銚子港からスタートして、ゴールはどこかな、千葉港、いや千葉港もうちょっと先のケミガ浦安、あの辺までもね一応千葉なんで、その辺までがゴールかなね。なので末永くまた、応援よろしくお願いします。ではこれにて終了したいと思います。またのご視聴お待ちしてます。
それじゃね、バイバイ。綺麗ですね。チャララチャララ。ご視聴ありがとうございました。新シリーズも応援よろしくお願いします。また見てね。